はい、皆さんこんにちは、ワネルユリビジです。では今回は、ハーツオブアイアン4、現代元アメリカトランプ大統領プレイの続きをやっていきたいと思います。まあ、中国との戦い苦戦をしている中ではあるんですけども、少しずつですね、まあ、中国に対しての攻勢を強めているという状況です。まあ、ただ、各師団相当消耗しているので、本当に油断ができないという状態です。じゃあ中国軍の方、確認様子、しておきましょう。今ご覧いただいているのが中国軍なんですけども、まず陸軍の師団の数はね、増えてます、確実に。一方、海軍の戦力はだいぶ減っていて、まあ、海軍の戦力の分をその分陸軍の師団の方に振り向けているのかなというふうに思うので、どっかでね、陸軍が、中国軍の陸軍が一大反攻を行ってくるんじゃないかなっていうね、ちょっと恐怖心はあります。もしくはね、単純に師団数は増えてるけど、軍としての規模は減っている。まあ、師団の編成がしょぼくなっているとかっていう可能性もあるので、ちょっとこの時点ではね、何とも言えないかなと思うんですけども、まあ、いずれにしても、決して、油断できるような状態ではないというところですね。では、時間を進めていきます。ベトナムで内戦が起きてますね。これに、乗じて、ベトナムへの攻勢を強めていきたいんですが、師団が消耗しているのでどこまでいけるかですね、まあ、とりあえずベトナムに対しては我々の、まあ、反政府組織のベトナムの方ですね、の組織の方には NATO 陣営入りを打診しておきます、まあ、きっとね出たり入ったりっていうイスラム国とかと同じような動きをしてくるんじゃないかなとは思うんですけども、まあ、とりあえず一旦ね、NATO 陣営にお誘いだけはしておきましょう。で、できるだけ早くね、ベトナムを食ってしまって、ミャンマー、ラオス、このあたり、恫喝をかけていきたいなと思います。まずは、じゃあベトナムに対して、インバイトファンクション。NATO に入りなさいと。お入りなさいという感じですかね。出たー。そして早速ベトナムが離れていく。いや、だったら拒否してくれていいんだけどって感じだよね。別に強制はしてないんで。さあ、ここはベトナムの手段を潰しておきます。まあ、各国、やっぱりベトナムのこの内戦にね、介入してきますよね。追いつかないぐらいポップアップが出てますけど。まあ、中国人やアメリカ人へ、それぞれ、ベトナムの内戦に介入します。まあ、実際に介入できるのはね、隣接している我々ぐらいしか、おそらく師団を送れないと思うんですけども、一応各国、師団を送るぞ、という意思表示はしてきてますね。では、ちょっと見直しを行いましょう。残っている場所を優先的に制圧していきたいので、まずはベトナム北部、ここを完全に食っていきましょう。で、あとは、いち早く、ラオスもね、ラオスの首都はビエンチャンかな？ビエンチャンまで兵を進めていきましょう。このあたり補給的にはどうなんだろうね。言っても途上国、中心国というか、まあそういうところであるんで、あんまり潤沢にね、補給があるとも思えないんですが、やっぱりちょっと微妙な感じの部分が一部ありそうですね。補給マップはせめて確認しながら進みましょう。このあたりはすべて、まあ、エコノミック、まあ、経済系のものを進めていきます。国家方針の話です。
とりあえずミリタリーアクセスは、手に入れておきましょう。ベトナム、反政府組織のベトナムですね。で、そうすると、ベトナム領から攻撃が仕掛けられるので、ラオスですね。ラオスの方に向かっていきます。まあ、ここももう実はアメリカ軍自体はかなり疲れちゃっていて、ご覧の通り今ちょうど出てるところでもこの充足率です。なので、やっぱり NATO の各国の軍にしっかり働いてもらいたいなっていうところなんですよね。では、中国全体の方を見ていきましょう。このあたりも厳しいね。ほぼほぼ戦線が動いてない。大きくこの後何か変わる要素っていうのはほとんどないので、しばらくこの自利品の戦いが続くと思います。なので、しっかりと軍事工場を建てて、今ね、充足率が低い各部隊に割り当てを行っていくというところですかね。タイでも、内戦ですね。まあ、ただこれに介入する力が現状ないので、とりあえずタイの方にも NATO 入りを進めるだけ進めて呼びま、多分すぐ出てくるんだとは思うんですけど、出しておきます。ラオスでもね、内戦を起きてくれると多少戦いやすくなるんですけど、まあ、ラオスではそういう動き、そもそも工作をしていないですし、工作を新たにする政治力もご覧の通り画面左上、マイナスという苦しい状態なので、ベールアウト食らったのはね、ちょっと動画の中では早送りでやってしまいましたけども、それで政治力を失っているので、なかなか厳しいですね。ただ戦線は、もうわからないぐらいではあると思うんですけど、地味にじわーりとは、前進はしているので、このままなんとか頑張りましょう。まあ、他国からのね、支援の軍に、ほぼ、頼りっきりというところではあるんですけども、まずはね、しっかりと、装備品の生産を、やっていきましょう。最初ここ無計画に進めてしまっていたっていうのは本当にね、バカだったかなと思うんですけど、ここはね、こらえていきましょう。
進めているんですが、ご覧のようにですね。まあ、正直、ちょっとどうしようかなという状態です。まあ、戦線はね、じわりじわりとではあるんですけども、本当にじわりじわりなんですけど、広げてはいます。ご覧いただいている通り。まあ、ただ、劇的な変化っていうのは多分この先、見込めない上にですね、戦線を広げてくれているのも実は同盟軍であって、アメリカ軍ではないという諸事情もあってですね、ちょっとなんか劇的に何かが変わる、まあ、劇薬を投入するね、奇策、探していきたいなと思うんですけども、すぐに思いつかない、状況になってます。なので、なんかね、アイディアとか、アドバイスとかあれば、コメント欄もしくはツイッターの方まで教えていただきたいんですけども、結局ハーツオブアイアンを追って、戦争を始める前までの準備がとても大事であって、始まってしまうともうそこからの軌道修正って結構難しいんですよね。で、今回の場合だと、序盤、まあ、いきなりね、戦争を始めたというのが、まあ、良くなかったとはいえ、まあ、唯一取れる策ではあったので仕方がないんですけども、しっかり戦争の準備をしてからね、開戦するっていうのが、発売の方のセオリーだとは思います。で、まあ、今回のこの現代モットで言うと、まあ、これ、まだ途中でやめるつもりはないんですけどね、この現代モットの話をしておくのであれば、国際緊張度がね、15%以上ないと、アメリカから能動的に戦争を仕掛けられないっていう、まあ、仕様があって、15%をね、維持するために、まあ、いろいろ外交のために政治力を使って、15%になったらすぐに開戦をしていったというのがあって、戦争の準備が十分ではなかったというのが、まず中東情勢の序盤の介入で、まあ、あった出来事です。で、その後すぐですね、本当は時間を置きたかったんですけども、今度は中国が台湾に対して、まあ、併合という動きを見せてきたので、まあ、それをね、まあ、なんとか、防ごうということで、今、この泥沼の状態になっています。で、外交でね、味方を増やそうとしても、もう政治力も枯渇していて、まあ、なんとかね、軍に装備品を 送ろうと思って、軍事工場で大量に建造中ではあるんですけども、これもまあすぐに何かが変わるという策ではないので、しばらくね、この苦戦の状態が続くと思いますので、次回以降はですね、まあ、ちょっと、まあ、くだらない話なんか雑談を多めに していくことになってしまうんじゃないかなと思いますんで、その辺はですね、ちょっと大変皆さん申し訳ないんですけども、ちょっとね、僕の雑談を聞きながら、こうやってぼーっと発音バイアン4の、戦争の動き、流れを眺めていただければなというふうに思いますので、次回以降もですね、ぜひ皆さんの応援よろしくお願いいたします。というわけで今回はじゃあここまでにさせていただきたいと思います。はい。ご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思った方はチャンネルの登録をお願いいたします。動画の視聴画面の下の方からチャンネル登録することができますので、ぜひよろしくお願いいたします。また、動画の解説欄に Twitter のリンクも貼ってありますので、ぜひ Twitter のフォローもよろしくお願いいたします。